茨城県第3区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止時まで定数は5。現在は、茨城1区の一部、茨城6区、茨城7区に分かれている。自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。 1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数77万1476人、投票率67.87%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数 722,512人、投票率 75.、75.97%第38回衆議院議員、総選挙7月6日、執行当日有権者数、681,891人、投票率 73.、73.97%第37回衆議院議員、総選挙12月18日執行当日、有権者数、 66万80人投票率 71.、71.29%。第36回衆議院議員総選挙6月22日執行、当日有権者数、62万3071人、投票率、7 4 2ン5第十五回衆議院議員総選挙十月七日、執行当日有権者数、十一万二千一人、投票率。 68.80%第34回衆議院議員。総選挙12月5日。執行当日有権者数。57万9651人。投票率 77.。77.37%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数。53万952人。 投票率70.56%第32回衆議院議員総選挙12月27日執行当日有権者数49万6490人投票率70.46%第31回衆議院議員総選挙1月29日執行当日有権者数455 363人投票率70.83%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行当日有権者数44万2137人投票率71.11%第29回衆議院議員総選挙11月20日執行当日有権者数43万2755人 投票率 75.、75.09%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数、42万7544人。投票率 75.、75.27%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行。当日有権者数、41万5872人。投票率 76.、76.57%。 第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数40万7237人、投票率75.55%第25回衆議院議員、総選挙10月1日執行当日有権者数41万9491人、投票率76.00%第24回衆議院議員、 総選挙1月23日執行当日、有権者数40万1606人投票率64.31%。第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数40万3748人投票率64.88%。ありがとうございます。